そしたらすみません、ちょっとこのシリーズ偉い長くなった。ちょっと冗長な説明があるかもしれません。すみません。その時早送りかなんかで聞いてください。ナッシュ金庫の説明をしました。で、ナッシュ金庫の説明をもう少し、具体的な例で言っておくと、そのスト2シリーズ、ストリートファイターシリーズっていうのは、ナッシュ金庫が一方的になりやすい。ダッドリーの、スト3サードのダッドリーの壁攻めとかも、あれ、全然ね、死が見えてるでしょ、された方は。あれなったらいけないっていう状態ですよね。どう考えてもダッドリーが、たとえ暴れたとしてもダッドリーが有利。あんなのはもうナッシュ金庫を振り振り、その説明をするまでもないような状況ですね。スト2シリーズでいうと鳥かごとか、あんなんもどれを取ってもあんまりその防御側が良くないからそこを目指そうとする。これ分かりやすい均衡ですけど、鉄拳でもまあ似たようなことあるでしょう。壁際に相手を攻めてる時って壁強を相手が背負うから、こっちは壁強ないのにあっちは壁強くらのリスクがあるから、極端にその選択肢を間違った場合のリスクが大きい。だから鉄拳の場合でもその考え通用するんだけど、一つその鉄拳シリーズがストリートファイターシリーズと違うなと思うのは、そのストリートファイターシリーズは攻めてる側は圧倒的有利なんですよ。だからそれをなんていうかな、要するに攻めてる側はさっきの竜みたいに、たとえ打撃をガードされたとしてもあんまり不利なことにならんでしょう。イーブンだったりみたいな。だけど鉄拳って選択肢を取り間違えたら今度はこっちがリスクを負うんですよ。もうそのオールオアナッシングっていうか、オールナッシングじゃないですね、マイナスなんですよ。プラスかマイナスかっていう極端な博打、になってるんで、これはむしろストリートファイターシリーズよりもっとナッシュ均衡を多分厳密に考えた方がいいことになりますね。そのマイナス損益分まで含めて取った選択肢が平均的にどうなのかっていう、しかもオンライン全盛じゃないですか、鉄拳って。もうナッシュ均衡バリバリ生きると思います。で、ナッシュ均衡は変動するって話をしましたよね。その確率、それある場面だけ切り取ったらそれはこうした方がいいっていう均衡は一般的に出るんだろうけど、戦いの流れの中でもう全然相手の意識が切り替わっていくもんだから、そこまで考えてのナッシュ均衡じゃないですか。一つ例を言うと、リリーソーンウィップって技ありますね。 2LK で、チョンゲリって技、下段ですけど、これ2回やられたらどうですか。さっきの2回、1回の補足ここで生きるんですよ。2回は通るんですよ。4入れをしてるリリーに対してパシッパシッって2回ね、食らいますよ。で2回見たら相手も対応を考えるでしょう。でこの時に均衡は変わってると思わないといけないですね。なんて言いますか、その中盤で立ち合いをやってる時にソンウィップってリターンの少ない技だから結構捨てる人多いと思います。まあそれはドラゴノフのシャープナーであってもそうでしょうし、軽い下段に対して意識が薄く、でも2回やられたらどうです、対応するでしょ。でこの時の選択肢がまあわからないんだけれども、相手のね、暴れるのか投げてくるのか捌くのか、それ分かりません。分からないんだけど、一つ言えるのは2回打つ前のそういうなんていうか均衡とはもう場が変わってます。相手は2回ソーンウィップのことをよく知ってる。3回目のソーンウィップが結構確率が高いと思っているっていうことは均衡は変わってるんで、ここをその2回打つ前のナッシュ均衡と一緒に思ったらダメだということですね。この場合はまあこういうのは経験則にも確かになってくるんでしょうけど、2回1回の補足を組み合わせてほしいってことを要は言いたいわけですよ。2回見たら均衡が変わるっていうその発想をしてみると、ここではそのソーンウィップ2回打った後は、何もしないのが期待値がおそらく高いと思います。何もしない、っていうのは、あるいは横移動とかもいいですよ。要はそのボタンを押さないのがかなりいいんじゃないかと思ってます。鉄拳レボリューションの場合だったら無敵とか飛んでくるし、なんで、ここでその投げ2回見せたのにそれを恐れず投げてくる人、様子見に対して投げてくるとか下段を打ってくる人がいるとするでしょう。それはもう相手は特殊な読みを働かせてるんですけど、その特殊な読みを働かす人はおそらくそのなんて言いますか、均衡の中でマイナーだと思うんで諦めましょう。それはもうそれは別に気にしない、その少数派だから。
同じ人とずっと当たるときは別ですよ。それはもうそのナシ金庫みたいな一般会じゃなくて、特会を使う、 もうその人はそういうことをする人だというふうに覚える。だけど、普通の中ではそれはそのいわゆる誤差の範囲内ですね。そのいっぱい戦う中ではなんであんまり気にしてない。だから逆に言えばその3回ソーンウィップを打ってみるっていうのは危ないんですよ。その初見の相手というかそのずっと戦ってない余ったいる相手に対しては、それはそのナシ金庫のマイナー側、確率の低い側の選択をたまたま通したっていうぐらいの話でしかないからと思いますよ。これ別に低いって根拠を出してるわけじゃないけど、自分のその2回1回の法則的に言うと、損2回見したらもう確率は逆転してるっていう、損3回の方が裏になるっていう、そういう話ですね。裏になるって言われたらなんかちょっと感覚わかるでしょ。なんでまあこれで大体言いたいことは説明し尽くしたんですけど、まずナシ金庫、読み合いっていうのは必ずその相手がこれを取ってこの確率をちょっとなんて言いますか、この確率を守らないで動いたら損をする、こっちもその確率を守らないで動いたら損をするっていう場が発生するっていうことですね。でそれをその自分の有利な方、少しでも有利な方、そのダッドリーの壁みたいな分かりやすい場面はそれはもう考えずとも有利なんですけど、ちょこちょこ発生するんですよ。しかも相手と自分の相性によってもそうだろうし、そのもっと全体を俯瞰してみたら、そのこのキャラとこのキャラはっていうのもあるだろうし、同じ相手とやる中でもそのこの相手とのナッシュ均衡っていうのはあるはずなんで、それ意識しながら戦って、有利な均衡で戦って不利な均衡は逃げる、っていうことを守れば、ちょっと勝率上がってくるんじゃないですか。あ、まあっていう説明でした。